ってんだよ俺の方が。ああ青子みたいなやつなんてはっきり言ってなんか何も関係性やつだから言われたら腹立つでしょ、うん、それ当たり前だよ、うん、まあまあまあ知らないとこね言われたらそうだから別にだから俺は知ってるやつに対してはどうでもいいの、うん、だって、うん、それはプロレスだから配信の、うん、だって俺が言えるから、うんうん、じゃあ青子には言われたくねえんだ、うんうん、そうあいつみたいなやつ言われたくねえから、うん、ぶっ潰すから待ってねもう本当にぶっ潰すからねてめえの素性全部晒すから、ね、これ絶対動画になるやつじゃんこれああ。これからねお前。これ絶対動画になるやつじゃん。マジで。一週間後に。いや脅迫じゃない。あの絶対なるやつやんこれ。そうすごいだな。うん。まぶつぶすよお前。本当に。絶対もう。おもちゃにさせてもらうからな。絶対今見てるよああこれ。なあ。切り抜かれるやつじゃん。いやお前なんかお前本当に調子こいてるかもしれないけどお前数百万じゃ済まねえから数千万だよマジで逃がさねえからはっきり言って。来た？あまだ来てないね。ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございますということでまあてな感じでってみたいな感じでねヘズマに呼ぼうぜヘズマ呼ぼうっすよヘズマヘズマからさお前ちょっと今からさ言うあのヘズマ呼ぼうぜ砂川来いよみたいなヘズマ呼ぼうぜちょっとヘズマをちょっとあおき、あおコメントしたってよコメントしたっていやマジで死ねえお前、うん、以上いや死ねえはダメだって水谷死ねえはお前裁判で訴えてこいよ分が悪くなるから死ねえはああ多分出ないだろうヘズマ出ねえな多分出ないだろうヘズマ出ねえなあの青子はっきり言って言わせてもらうけどお前マジで特定したらお前晒すからねはっきり言ってお前素性青子さんって女性なの男あいつ男なの、うん、あそうなんだ知らんお前素性マジ晒すからねはっきり言ってあだってお前がどこの誰だか俺晒すよはっきり言って以上だからあじゃあみんなはどこの誰か分かってるの俺は正直であの特定するからうん脅迫でも何でもないから俺はっきり晒すからお前がどこの誰なのかって俺実名晒すからはっきり言ってお前のことうんただお前だってはっきり言って人のこと言ってんだよなだったらじゃあ俺のこと言ってる以上はお前のこと晒すからはっきり言って以上うんただそれだけいいかお前全部コメントもログ捉えてるからね以上やってやるよ存分にお前逃げるなよお前裁判記録が全部公開するからねこっちうんお前に対してだってお前が悪いと思ったら俺裁判記録全部公開するからうんお前に対してやる訴訟なうん公開されるのはそしてお前関係ねえから青子なお前じゃあ同じこと言ってこいよ。裁判やったら。わかった。お前、裁判やったら同じこと言ってくんだな。お前全部記録と取るからな、それ。な、以上だ。うん。記録と取るからな、それ。な、以上だ。うん。これ一悶着あるね、これね。多分。存分にやらせてもらうよ。あ、ちなみに、ナーボー君は、あの、青子さんに支援するらしいんで、ね、じゃあ、ナーボー君が、じゃ支援してくれるらしいんで、頑張ってください。以上です。はい。でもさ、青子はさ、うん。水ちゃんの動画こうやって上げてるじゃん。うん。水ちゃんからアンサー動画みたいなの上げたことないあげない。だって、つまんねえやつだもん。だはっきり言って、俺本気でこいつ潰すつもりだから。ああじゃあネタにするつもりもないんだ。ネタにするつもりない。うん、潰すからガチで。お前のこと。お前なんか事実しか入れてないって言ってんじゃん。
お前さ逃げんなよ、事実しか言えねえでって。お前事実じゃないこともあげてるから。お前じゃあ俺に対して取材一個でもやった？連絡しねえじゃん、俺に対してしてねえじゃん。じゃあ逃げんな、以上。取材もしてねえから、お前に対して、お前俺に対して。普通週刊誌とかでもう取材するんだよ。で俺リンク貼ったやつもう全員潰すからね、はっきり言って。マジで。あ、山本が、ああ山本お返事しますね。おい山本、60キロでしょ、うん、10キロしかないの。60じゃないですよ、マジで。60ぐらいしかないんで。青子でいい、青子、青子、青子出てこいよ、お前ほんとに。俺僕もすっからね。まあ保険入っとけよ、マジで。お前マジで保険入っとけよ。俺ほんとにマジボコすからね、絶対言えねえ。みんな容赦しねえから。保険入ってるんで。俺あのマジで、あの、うん、レフェリーが止め、ありがとうございます。あ、それがあのレフェリーが止めても俺やるからね、徹底で。レフェリー止めようが関係ねえから俺。倉橋さん明日怪我しても、明後日怪我しても、あの保険入ってるんで、あ、お金出るから大丈夫。めっちゃ危なかったな。水じゃない、だから大原か。いや、青子でいいよ。あ、青子、青子、まあ、青子か。ボコボコにするからね、マジで。あの、顔面があの、へし折れるぐらいまでボコボコにするから、お前。ほんとに。なぁ。もう覚悟しよう。あ、香川がいいね、香川。いや、体重違うもん。2倍ぐらい違う、あいつと。同じでしょ、今。全然。だってあいつだって80ぐらいあるでしょ、体重。香川、マジで。そんなある？うん。痩せたよ。痩せてもでも80ぐらいですから、ね、大丈夫。80はないんじゃない、うん、70ぐらいじゃない。70ぐらい、うん、70か。キモノ君もでも俺より体重上だもん。だって一番嫌いな配信者誰なの。爆走。あれだけは嫌い。ガチで嫌い、あれは。爆走。